アッコ、夏休み初日のあの日、一体何があったのですか？だから、図書室の本棚が偶然開いて、あなたがホロロギウムの間を見つけたあの日が、今もこうして繰り返されているのですよ。偶然だよ。あの部屋で何かあったのではないのですか？私何もしてないってば。本当に？本当に絶対何も。あ、やはりあの壊れて動かない時計に原因があるとしか。ギク、なら修理しようよ。繰り返す時間のことは私たち7人しか覚えてないみたいだし。ええ、そのために必要な情報を集めなくては。よし、調査開始。呪いのドール、あなたもう少し落ち着いて行動できないのですか？この七不思議も事件解決の手がかりになるかもしれませんわね。そうそう、七つ全部解決したらきっと時間の流れも元に戻るよ。見つけた鍵でいろんなダンジョンを冒険。扉の向こうはいずれも200年ほど前の世界みたいですわね。今はすっかり枯れたはずの魔力が満ちています。おお、だから私でもあんなにすごい魔法がたくさん使えるんだ。代わりに危険なトラップや強力なモンスターも潜んでいるのですから。はあ、アッコ、あまり調子に乗らないことです。私ももっとすごい魔女になってやるんだから。まだまだ行くぜ。違うね。ダイアナと何をしているの？予感です。また罰当番なんです。無理です。大丈夫よ。見つかるといいね。そりゃあよかった。いいね、知ってる。忍者の町、町行くよ。もしかして磨きの子でしょ？ちゃんとほうきは手入れしておけよ。図書室の忍者、廊下は走らないように。頑張るのよ、アッコ。ねえダイアナ、私たち7人で繰り返す時間も七不思議も全部解決しよう。仕方ありませんわね。リトルウィッチアカデミア、時の魔法と七不思議。